どうもー。あいうおチャンネルでこんにちは。けんけんでです。あ、かぶってる、かぶってる、かぶってる。かぶってます。僕、僕。はい。アッキーです。ビニンです。やー、いいですね。なんか、また、女性が本日もゲストとして、来てくれております。リンリンさんです。リンリンさん、ちょっとわかんないよね。まあ、博多さんね。あ、言っちゃうんですね。お、いや、いいとも言って。で、まあ、ニックネームがリンリンということで。あ、はいはいはい。あ、そうですね。はい。あ、いや、よかった。来てくれてありがとうございます。こちらこそ、お邪魔します。ありがとうございます。はい。今回が、受講してくれた方々に、ちょっとこう、あん、な、えー、い、あ、代わりに話しましょうか。IUO っていうのは、オステオパシーの、学術技術をお伝えする、まあ、セミナーをね、やってるわけで、そのセミナーを受講し終えた博多さんに今回来てもらったとはいうい。感じですね。はい、そうです。それを、言おうと思ってました。言ってください。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっともう早速聞いていきたいんですけど、まず博多さんが、この IUO を、まあ、知ったきっかけですかね。受講したきっかけっていうのをちょっとお話伺ってもいいですか。はい。はい。最初のセミナーは、確か去年、2022年の11月だったと思うんですけど、もともと同じ職場で働いてまして、ずっとオステオパシーをやってるのはしてたんですけど、私もいろいろ勉強する中で、やっぱりこう、人を見るっていうところを考えたときに、やっぱりオステオパシーっていうものを知りたいって思ったのと、あとやっぱり施術を見てると、患者さんのこう体の感じがすごく変わってる様子が身近に見れたので、やっぱりこう学びたいなっていうのが一番最初のきっかけです。はい。はい。ケンケンは活躍をしてたわけですね。そうです、そうです。ね。ね、直接。でも本当に嬉しいですね。こうやってそばで見ていただけてる方がこう気になってというんですか、興味を持って受講してくれるっていうのは、すごく嬉しいですね。で、なんかケンケンに聞いてみたわけですか？なんかどんなセミナーなのとか。そうです、そうです、そうです。で、それこそ人数がね、学びたい人が結構そのタイミングですごく集まったので、ちょっとそれを、こう、セミナーをやってもらえるようにできるかもしれないっていうことで、そういうなんか縁もあって、11月にセミナーが決まってっていう流れがあったんですよね。だからそれまでは、セミナーがずっとこう、決まってあったところに行くっていうわけではなくって、なんか我々がこう、ちょっと学びたい人が集まったきっかけで、セミナーが開催されるみたいな流れで、その流れに乗れたんですよね。ね、で、実際あれですもんね、11月僕が札幌行って、さあ対面っていうタイミングでね。一人オンラインでしたね。ちょっといろいろありまして、どうにか、それでもその時も菊池君が、もう僕たちがそのセミナーのフォローを後々するから、オンラインでどうにか受けさせてもらえないだろうかっていうのも、こうつないでくれて、なんとかそれの、ね、許しを得て、参加することができたんですよね。本当に許しを得て、もうどうなるか本当わからなかったので、なんか、レギュラーでね、そういうのを対面以外のオンラインでつないだことはないっていうことだったので、なんとか先生に直接、連絡を取ってくれて、それで、いいよっていうことで、一人オンラインで参加しましたね。懐かしいです懐かしいね。ですね。
確かに懐かしいです、ね。まだ1年経ってないからね。そうですね。確かに確かに。この間改めて考えたら、あれ全然まだ1年も経ってないんだって思いました。思いました。うん、なんだか長い付き合いな感じはするんですけど、うん。実際には11月からなので。そうですね。うん。うんうん、はい。どうですか、その実際、売りとしてはかなり短期間にもうある程度のステップを踏めていけるように構築してるんですけど、どうですか、受講し終えて。そうですね、あの多分これも縁とタイミングなのかなと思っていて、それこそそういう集約されてないセミナーとかもすごくあると思うんですけど、うん、それをこう自分で学んだことをちょっと臨床に生かして、でまたそれを踏まえての次のステップで、また踏まえて次のステップっていう中で、この11月から今の8月までの中で自分なりにすごくこの世界観が広がったというか、うん、もうそもそも最初にこうセミナーをこう受けに行った時に、もう自分自身を分かってなかったので、うん、ないし、自分のことを好きではなかったし、うんうん、っていう、こうまず、まあ、ずっとその患者さんに対して自分の体調とかを整えなきゃなっていう漠然としたものをずっと思ってたんですけど、うん、セミナーに行ってみて、こんなに自分のことを知らないし、自分が好きじゃない私が施術してるってすごいとんでもないことだなっていうことに初めて気がついて、うんうんうん、そういった意味でもすごく技術的な部分じゃなくって、もう自分自身を深めていってっていうその背景みたいなのにすごい惹かれた部分、うん、でなのであっという間にそのセミナーのね、この結構ペース的には早かったと思うんですけど、うんうん、もうそこの学びっていうのがすごくこう自分の中では深くて大きくて良かったなっていうのが一番あります。はい。ああ、素晴らしいですね、本当に。なんかこう施術する側が健康じゃないといけないとか、健康な方がいいっていうのは、まあそれはなんかこう他のオステパシーの団体とかでもよく言われることだとは思うんですけど。なんかこう違った部分でっていうんですかね、こう肉体的なこう健康のことを多分よく話には出ると思うんですけど、こういったまあ、精神だったりとか魂ってこう違う世界、いわゆるの、うん、なんかこう健康といいますか、そこがこう健全にいけるっていうのが、なんかよりこの IUO の良さとして、うん、この博多さんも今自分が好きに なってくるといいますか、そこにもこう関わってきたのがすごくなんかいいなと思って今聞いてました。うん。もう大好きですもんね。大好きですよね。一番でも先生に初めて会った時に、うん、自分のこと好きですかって一番最初に言われたんですよね。うん、すごい衝撃的で、うん、聞こえたことないと思って。でもそう考えると、いや、好きじゃないですっていうところから始まってるので。うん、だから学べば学ぶほど自分のその心というか魂もすごいクリアにはなってくるし、うん、自分を見つめてそこからこう今までのなんかこう抑圧されてた部分とかなんかいろんなのに気づけていって、うん、今に至るので、うん、でその経験を施術する人とかに今度生かしていけるのかなって思ってるのもあったりはするんですよね、はい、いやいや本当に自分が歩んできた道って、自分がねクライアントさんと出会った時に結構そのなんかこうなんて言うんだろうな、そのクライアントさんの道を一歩進めるためのネタみたいのがちゃんと僕らのね人生にちゃんとこう配置されてて、うん、だからこの経験をもってして、この経験を語ることで、なんかその人のヒントになるみたいな、いっぱいありますからね。うん。博多さんも、ね、リンリンか、リンリンもね、鏡見ませんとか言ってたからね。
そうです、そうです。見ない、見なかったですね。スペシャルするのでね、ポイントだけは見られたけど、全体は見ないし、全身も見ないし。今やでもあれですよね。もう自撮り。自撮り多数みたいな。すごいですね。180度変わったぐらいの、これが。ねえ、すごいですよね。うん。で、自分のこと見なかった人が自分を記録し始めるっていう。そうですね。そう。だから、なんか、会う人会う人に、そのセミナー終わるたびなのかな、月1回、こう、勉強会とかで会う人会う人に、あれみたいな。ちょっと雰囲気変わったねっていうのがずっと続いてる感じ。うん。うん、で、いや、髪の毛切ったんだよねとかって言うと、そういうことじゃなくてみたいな。っていうのをすごい言われてた、この年明けからが特にかなっていうふうに思うんですけど、この間も一緒に施術の練習したのに、はじめましてみたいな。いやいやいや、先月会ってますよみたいな。うーん、何かこう、そ、なんか変わったねってすごい言われます。うんうんまあ、そういう意味では、ケンケンもね、自撮り苦手だったんでしょ？そうですね。なんかこう、なんかこう、認めたくないみたいな、なんかこう、恥ずかしいというか、うん、自撮りというか、こう、カメラとか写真が嫌いだったんですよね。笑顔を作んなきゃみたいなのじゃないですか。はい、じゃあ笑って笑ってとか言って、こう、なんか、はい、みたいな、ここがもうすごい、こう、ピクピクピク。笑顔しかもできなかったんですけど、でもそれこそ、本当にでも、確かにこう IO に来始めてなのか、まあ一回こう離れてまた戻ってきてみたいな過程はありましたけど、うん、なんかその後からなんか自然と笑えるようになってきたっていうのは、うんうん、確かに。今もお店でお客さんと写真撮ったりとか、うん、インスタグラムとかやっぱやるじゃないですか、うん。その中での写真とかもなんかもう普通に笑えるようになってきたので、すごい素敵な笑顔でね。作った感ないで。いや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 。あ、僕ですか？ケンケンも。うん。いや、まあ、リンリンはもうだってね、素敵さが溢れてるから。確かに、確かに。うん、はい。そうですか。これ、あ、ちなみに、すいません。なんでリンリンになったかってちょっと説明を。ああ、そうですね。急にリンリンの。はい。どこからってなってしまうと思うので、うんうん、まあリンリンってキャラクターで言うとね、僕らワンピース大好きでね、ここにもいますけど、まあリンリンってシャーロットリンリンっていうね、ビッグマムね、母のイメージのキャラなんですが、別にビッグマムだね、あんなでっかい人のことじゃなくて、実はセミナーの時にね、僕らってエネルギー系の治療なので。博多さんのことをちょっとデモンストレーションで僕はちょっと体見るときに、なんかへその尾じゃないんだけども、刀のような、それもね、へその尾柔らかい感じじゃなくて刀のようなへその尾が僕とどうやらつながってて、え、何これって思って、うん、だどうやらどっかでもしかしたらね、僕の母だったか、なんかだったんじゃないかなっていう話で、ちょっと盛り上がりまして。で、そのまま流れで、今回も、まあ、マミーじゃちょっとね、あれだから。だからワンピースの中でも、ママって言ったら、シャーロット・リンリンだろうってことで、リンリン、リンリンになったってことですよね。ありがとうございます。まあ、あれ面白かったですね。本当に。へその方がね、なんか繋がって見えたわけで、で、ちょっと僕避けてみたんだけど、明らかに僕のおへそとくっついてたんで、うん。ねえ、どうやらなんかご縁があるようで。いや、すごい覚えてます、最初。一番最初に体見てもらった時の、うん、その、最初オンライン第1回目の次、うん、初めて先生に会った時に、うん、じゃこうデモンストレーションで体見ましょうねって言ったときに、なんだこれはっていう感じで先生がこう今の話をしてくれて、でもなんか一番最初にそのセミナーの部屋に入ったときに先生が、初めましてじゃないですよねっていうことを言われて、
っていうのが一番最初でした。そんなこと言いました。言いました、言いました。え、あの、ナンパとかじゃないよとかって言って、はい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 。で、体見てもらったら、なんかつながってるっていう。すごい覚えて。なんか新手のナンパ師みたいになってるけど。言ってます、ね、ナンパじゃない。でも、どっかで会ったことあるね。うん。ナンパにしか聞こえない。すごい覚えてる。リンリンさんが、リンリンさんからしては、その、はじめましてな感触とか、なんかちょっとこう、なんかこう、会ったことあるなみたいな感触って、なんとなくあったんですか？私の中ではなかったんですけど、ともかくすごい先生に会いたかったんですよ。うん。会いたかったのもあります。あの、まあ、あの、ね、対面で最初会えてないっていうのも、もしかしたらあるのかもしれないんですけど、その、初めて会う時っていうのをものすごい楽しみにしてて、うん、あの先生のこうなんだろう、Facebook かなんかこうブログとか見たりして、先生の顔をこう会えるなみたいなのをこう思いながら当日行ったっていうのはあるんですけど、会った瞬間とかのそのはっみたいなのは先生の方が早かったので、そう、そんな感じでしたね。でもそう、ともかくもう早く生で会いたく、やっぱファンですね。いや、もしくは本当にご縁があって、はい、うん、なんかあの親子本当にあの例えば実の娘とかでもなんかすごいご縁のある子っていうのがちょっと分かって、その時は本当になんかなんだろう、早くなんか家帰る時もなんかワクワクしてたりとか、だからなんとなくその感じがなんか親子感というか、なんかそれ感じるんですよね。うん。確かになんかこうセミナーとかで、こうアッキーさんが来てくれるじゃないですか、札幌に。こう2人が並ぶと、なんかこう、アッキーさんがちょっとこう小さくなるっていう。本当にこう、息子感というか、母と息子みたいな、なんかわかんないですけど、もうその関係性っていうの聞いてるから、かもしれないですけど、うん、なんとなく2人が並ぶとなんかちょっとこう照れくさそうにするみたいな感じの、なんかよくありますね。ねえ、はい、面白いもんですね。いいですね。なかなかこう普段というか他で勉強してはこう感じないような世界かもしれないですね。うん、うん、ねえ、なんかこう、あ、そう、先ほどの話でちょっと戻るんですけど、なんかこう、オステオパシー勉強したくてって話だったじゃないですか。もともと、リンリンさんが思ってた、このオステオパシーと、うん、なんか今回、こう、IUO でこう知ったオステオパシーっていうんですか、うん、なんか、どうでした、うん、同じような感じだった、思ってたような感じなのか、なんかちょっとこう、あ、違ったなみたいな感じなのか、うん、なんか印象を教えていただけると嬉しいですけど。うんうんうん、なんとなく私もそんなに深くは知らなかったんですけど、オステオパシーはなんか内臓を扱いますとか、うん、あと自分のその自己治癒力をこう復活させて元気にみたいなイメージがあったんです。それはもちろん IUO でもあると思うんですけど、もう IUO はそれをプラスアルファ、ね、今度エネルギーの世界とか、もっともっとこう大きなこう本当に痛い人っていうことに対する肉体、心、魂だとか本当に人を見る、で目に見えてないものなのかもしれないんですけど、でもその感覚の部分っていうその大きなこう目に見えないけど、みんな実はそれにこうちゃんと守られてるというか、あの包まれてるというか、そういう世界観をプラスアルファ知れたっていう、ここの IUO っていうのは、あのすごく私の思ってた以上にあの壮大で魅力的で、学んでて本当に楽しいなって思えるセミナーだと思います。いや本当に本当にだからやっぱりね、縁があって、うん、あったなって本当に思います。本当に思います。最初からそんな出会えるなんて、うん、って思って、
そう、だから一般的なオステオパシーの学びとは、もしかしたらちょっと違ったりとか、うん、人によっては、これでいいのっていう世界観、うん、面食らっちゃう人も、中にはいなくもない。でも、僕らの本質って見ていくと、むしろこっちでしょっていうところで、で、大事なのは、ただ学術だけじゃなくて、そこにもアプローチするってことが、僕は大事だと思ってるし、なんか結構ね、そういうことを頭に入れとけばいいっていうだけのこともあるんだけども、そうじゃなくて、実際僕らが感触として手に入るものっていうのがあるからこそ、また、なんていうんでしょうかね、地道に取り組んでもいけるし、うん、あ、リアルにあるんだな、みたいな、こんな世界が。っていうのが、結構重要かなというふうには思ってるんですよね。うん。ケンケン。はい。もうすぐ司会を忘れる。まあ、さっきすごいいっぱい回してくれるので、ちょっと甘えてましたけど。いや、でも、はい。そうですね。なんかこう、うん、はい。そうね。もう、はいとしか言わないよね。何か今言おうかなと思ったんですけど、ちょっと言うの忘れてしまいましたね。本当。あ、うん、しかしくる。逆にいろんな、私はもうこのセミナー、逆に知らないので、はい、いろいろね、はい、知ってらっしゃるか。そうですね。以前の、こうユニバーサルオステオパシーってこうどんなものみたいなこう YouTube が多分もう配信されてるのであると思うんですけど、まあ、その中でも話しましたけど、やっぱりなんかこう、オステオパシー勉強していく中で、さっき、博多さんが言ってくれたみたいな、こう内臓だったりとか、肉体とかっていうところが、やっぱりメインとして最初はこう、土台を積み重ねていくみたいな形で学んでいくことが多いんですけど、IUO はなんか、まあそこをベースにしつつ、ただまあ違う世界観とかを、どん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 積み重ねるように教えていただけて、まあある意味こう、飛び級みたいな、知り方をしていくかもしれないんですけど、結局最終的にはまた肉体に戻っていくっていう、こう、学びの仕方ではあるので、全く別物っていうわけじゃなくって、まあ、結局共通のところを、じゃあ、どこの世界観を、見ていくかとか、含めてやっていくかっていうのが、すごくさっき、言ってくれたみたいな、こう、壮大になっているんですかね、範囲がすごく広く、包括的にできるような学術なんじゃないかなと思って、学んでます。こんな感じで大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、はい。さすが、さすが講師ですね。いや、もう司会はできないですけど、こうですね、思ったことだけ言えるという、はい。いや、そうですね。なんかこれから博多さんが、もう博多さんが、ね、博多さんがこう IO で学んでいく中で、なんかちょっとこう、なんだろう。知りたいなとか、うん、こういうことを気になるなとか、うん、なんかこう学んでいきたいことっていうんですか、うん、こういうことができたらいいなみたいなものとか、うん、何かあったらそういうのもちょっと聞きたいなと思うんですけど、そうですね、今でも駆け足でね、結構11月から学んできているので、まだこう自分の中でその習ってたものっていうのが腑に落ちきってない部分がすごくあるので、なんかそこをもう一回丁寧に丁寧にやり直したいなっていうのは、ね、なのでなんかプラスアルファ今新しいものをこう学ぶっていうよりはもう一回こう掘り下げて、でも丁寧に丁寧にやっていって自分の本質にもっともっと近づいていきたいと思ってるし、その技術的な部分とかももっと深めていって、そこから見える何かがあるような気がするので、うん、そういうふうには今思ってはいるんだけどね。だから新しいものやりたいことっていうと、うん、ちょっとなんか、いまいち降りてはこないんだけど、うん、っていう感じですかね。いやいやいや、すごいですよね。ちゃんと自分のその本質にね、向き合おうとしていく姿勢がもう出来上がってるので、もうある意味で言うと、このね、去年からの学びがちゃんと、届いてる感じがして、うん、で、多分その都度その都度何かこうちゃんとこう完全に腑に落ちた時に次の取り組みって見えてくると思うんですよね。うん、
だから時には本当にまた解剖学に戻ってみたりとか、時にはまたちょっとスピリチュアルな世界にこう行ったりとか、まあそういった感じで巡っていくんじゃないかなと思うので、その巡る幅が大きくなったというか、うん、例えば普通に物理的にね、治療法を学んでると、解剖学、生理学とか、そのよくある学術の中で興味が回転していくと思うんですけど、今もうね、もう振れ幅が大きいというか、うん。ねえ、あ、僕らは石まで扱えるんだみたいなね。ありがとうございます。扱いますからね。確かにね。うん、確かに。だいぶ綺麗に。だいぶすごいよ。すごいな。なんかこう、ね、アッキーさんがやってくださったものと、また別で、浄化の方法とかも、うちの団体にはあるので、人間だけじゃなくて、こう空間とか、なんかいろんなものに対してもできるっていうのは、またエネルギー治療のこうなんか強みでもありますよね。うんうん、で、僕らエネルギーの世界っていうのは、その、僕ら自身が反映されるので、僕らが奥行きが自分自身が見れれば見れるほど表現される世界も深まっていくというね。うん。だから、常に自分であるということが重要になるので、本当にね、ある意味そんなに焦らなくなるっていうか、なんかなんとなく僕も過去ね、やってきたのは、どうしても答えがどっか外にあるんじゃないかって、あちこちにこう、余裕を持ってればいいんだけど、そうじゃなくて、もうお金も時間も使って、必死にこう言って、あ、これ、ここに答えがあるんじゃないか、あ、これじゃないか、というところに行くと、なかなかね、それは確かにヒントになることもいっぱいあるけども、やっぱりこう、ちょっと常に焦ってるというか、うん、でも、IO で学んでもらうと、多分、あ、ここでいいんだと、自分でいいんだ、という中で歩めると思うので、まあ、これはね、もう、できたらね、皆さんしっかり受けに来てください。こういう時に買ってしまいますみたいなね。宣伝が苦手です、はい。いつも皆さんの紹介を待ってますみたいなね。今はなかなかこう本当にこう紹介で。ご縁がつながっていくことで、セミナーに今、たどり着くみたいな形が多いんですけど、次回が一応、何月でしたっけ、一応。9月ね。あ、9月。9月に市川でやるのと、まあでもこれがいつ配信されるか分かんないので。あ、もう、もしかしたら配信終わってるかもしれないですね。そう。終わってるかもしれない。うん、で、また10月札幌行くっていうね。なので、少しこう、まあ、北海道とか、市川の方にこう近い方は、ぜひ来ていただいて、まあ、距離が離れている方も、ちょっと遠征というかね、勉強に来ていただければ、すごく嬉しいなと思います。はい。はい。じゃあ、中田さんから、こう、受講して、これから受講してくれる人たちへのメッセージ。なんか何それ、なんか暗直を読んでるの、なんか。何も言ってないですけど、片言になっちゃうんですね。なんか昔日本人っぽくないってこの見た目ですごい言われて、なんかちょっと中国の方っぽいような顔してるよねって言われたんですけど、なんかまあそれが関係してるかしてないかって別にしたら関係ない頭にあることを出すのが片言になる。日本語を私慣れてませんみたいな感じね。ダメですね。考えちゃダメですね。考えないでこう喋った方がいいところで、はい、未来の受講生に、ね、こんないいことあるよみたいな。ことあるよ、はい。こんな楽しい学びができたよみたいなのをちょっと。でもだいぶ言ってくれてたけどね、もうね。今までのが。あ、そうですね。じゃあ改めてなんかちょっとじゃあ。改めて。1、2行ぐらい。ちょっと短めです。待ってますぐらい。あ、待ってます。はい、
大丈夫かな。あ、そうか、そもそも理学療法士だってことも言ってなかったですね。あ、そうですね。はい。理学療法士何年目ですか。最初の頃に聞く質問ですけどね。理学療法士は、はい。あ、そうですね。ちょっと女性にあれなので。いや、全然いいですけどね。大まかに、あ、何年以上ぐらい。何年でしょう。まあ、子供がいるので、休んでた期間はありますが、15年はやってるね。ですね。15年はやってます。はい。でも仕事大好きで働いてました。15年やってる理学療法士さんでも、こう、新鮮な、こう、感覚で学べる場所と。すごくいいですよね。なかなかそういうのってないので。新たなこう感覚というか刺激を受けれる場所みたいのは、15年いるとなかなかないですよね。なんかちょっと知ってるわぐらいの、ね、感覚はありますけどね。でもともと私あんまりなんかこう、自分の興味のあることしか覚えれないタイプなので、だからいろいろこう浅く広くっていうよりは、なんか自分が好きなことだけ没頭するっていうタイプなので、やっぱりこう興味が、こういう世界に興味のある人は、ぜひ一回ね、受けていただいて、で、そこでいろいろ学びが、私もそうですけど、やっぱり自分ってなんだろうっていう、本当の原点の原点に立ち返っての学びができると思うので、ご興味のある方は、ぜひ。すごい。すごいな。はい、ちゃんと待って。ちなみにちょっとだけ、エネルギーワークって聞くと怪しいとか難しいとかって思ってる人もいるかもしれないですけど、実際ね、理学療法って、まあどっちかというと本当物理的なものがメインだけど、どうでしたか？エネルギーワーク難しかったですか？私ですか？はい。でも難しい。最初やっぱり感覚をこう取りに行くというか、自分の全く意識したことのないこうものを感じに行くというか、見に行くというか、っていうのは、やっぱり最初ちょっと戸惑ったんですよね。で、実際に、菊池君にも、私はあれ分からないと。うん、どう、もう感じ、動きを感じれないとかってね、ちょっと相談したこともあるぐらいだったんですけど、でも、やっぱりこう、自分のその、感覚を取りに行く練習とか、あとやっぱり場数じゃないですけど、もう諦めずに練習いっぱいしてとか、そういったところで絶対分かってくるものだし、自分の感覚としてこう取り入れれるというか、確実に身にはつくと思うので、それをやっぱり知りたいかどうかっていう気持ちが一番じゃないかなと思うんですけど、絶対に分からないっていうものではないと思うので、そこの世界観っていうのは、もし知りたいと思った人、きっとその世界に入り口に立てるんじゃないかなっていう気はします。うん、かっこいいですね。まあ1年経ってないでもうね、ちゃんとまあまあスタート地点以上には立ってるでしょうから。うんうんうん。いやいや、よかったです。あとスピリチュアルって怪しくないのが、伝わってればなっていう感じです。うん。うん、なんかね、何かが見えるのがスピリチュアルでもないし、うん。もうずっと今日話してくれてる、その、自分自身の本質みたいなところこそがスピリチュアルだってことはね、セミナーを受けていくと分かるんじゃないかなと思って、うん。ね、そうすると、ケンケンみたいにこうやって、喋って。リンリンに任せてないで入ってきて。いや、もうだいぶ感心した。この場にいるの。でも前のめりになってるの、だってどんな気持ちが。そう。どんな募集で大変になっていく。はい。でもね、エネルギーの世界がなんか難しいとやっぱり思いがちにはなると思うんですけど、伸びる、よくこう理学療法士とかでこう筋肉が伸びるとかっていうのはなんかこう力学的なエネルギーとして結局扱ってるわけじゃないですか。目に見えない部分とかも。でも伸びてる感じを、感覚をこう
受け取ったりとかっていうのはあると思うんで、それがなんかどんどんこう幅が広がっていくとか、拡大解釈していくと、なんかこう扱ってるエネルギー の, あのレベルに多分入ってくるんじゃないかなと思うので、そこを考えると、なんか理学療法士の人たちも、まあ確かになとか、こう、んなことありえないよとかって言ってると、自分たちの仕事自体が多分成り立たなくなってきちゃうところではあると思うんで、なんかこう怪しいものとしてではなくて、普段扱っているものの延長線上として見ていただければすごく嬉しいなとは思います。医学療法士として。そうですね、あの結局はオステオパシーなので、構造から始まって、ね、手段としてエネルギーがあって、また構造に変えるっていうところはね、もう結構地道な作業でもあるので、まあ、そこは安心してもらえたらなという感じですね。はいはい、ということで、いいですかね。いいと思います。はい。はい。ということで、今日は、ゲストに来ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。